州です。ということで今日なんですけど、大陸から忘れました、4回目5回目くらいのデリバリーございました。ご紹介しようかなと思います。ちょっと今回、結構ボリューミーなんで2つのパートに分けます。今回はデニム編ということで、もう一方は、スウェット編ということで、ちょっと分けさせていただきますので、ぜひ合わせてチェックお願いします。はい、今回も入ってまいりました。デニムですね、まあ、大陸の非常にこうアイデンティティ的な、デニムというアイテムですけども、今回は3型かな、3型でそれぞれ2色ずつっていう感じです。はい、まずこちらですね、まあ、今期のストレートのタイプの、デニム、インディゴとブラックのデニム入ってまいりました。こんな感じです。今期のウォッシュユーズド加工ですね。結構、ヴィンテージ感があるようなイメージですかね。ウォッシュもしっかり入っているという感じで、はい、これがまあ一番こう何ですかね、形としても、はい、初期の頃からありますし、まあ、今回のラインナップで言っても一番まあこうプレーンなデニムかなと思います。はい、そしてもう一つがこちらですね。はい、わかりますかね。これもまあ同じく2色なんですけども、シルエットちょっと変わります。で、まあこっちのブルーの方がね、インディゴの方が分かりやすいと思うんですけど、これ上半分ですね、膝から上にバシャッと、ちょっとラバープリントというか、分かりますかね、ちょっとこう、顔料というかが乗ってるイメージですね。で、前だけです、はい、裏は、はい、こんな感じでなんですけど、前のね、膝上にベラーっと、はい、プリントが入ってる感じですね、はい、なのでちょっとこのなんていうんですかね、上からペシャっていってるんで、こういう、まあ、ポケットのね内袋だったりなんか、こういうところがちょっとこう、見えてくるようなイメージですかね。はい、このタイプですね。これもまあ同じくインディゴとブラックデニムですね。これブラックオンブラックです、ね、そして、これも数シーズンにあたって展開されてますね、レザーパッチシリーズという感じです。これも一型二色でございますね。はい、で、はい、ご覧の通りですね、これこのレザーのパッチのところですね、パッチのところでございますけども、はい、このように手書きで、デザインというかね、まあ、ちょっと落書きがされておりまして、これはアソートでございますね。まあランダムな感じですね、一個一個手書きの、ペイントがされております。そしてこのタイプには膝にちょっとこうクラッシュ加工が入っている感じですね。このレザーのパッチの大きさとパッチのこのついてる位置ね、これは一緒なんですけども、まあちょっと落書きが少しずつ違うっていうんで、はい、これはまあ完全にランダムです。はい、後ろはこんな感じでございますけど、はい、なんでまあ形としてはこれがストレートのシルエットで、この後の2つがスリムっていう感じです。形自体一緒なんですけど、ちょっとディテールデザインが違うというイメージでございます。はい、じゃあちょっとこうストレートから履きます。デニム、ブラックのストレートタイプを履いてみました。こんな感じでございます。はい、最初いってきます。こちらサイズがね27インチで、お値段が4万5000円でございます。はい、はい、こんな感じです。まあ、これは本当に定番です。毎シーズン出てる、まあ、デニムでも出てますし、スタブレのシリーズとかでも出てるストレートのタイプでございますね。はい、まあ、大陸のクラシックというかね、まあ、定番っていう感じですかね。はい、で、まあシルエットはね、まあ、ストレートでございますが、レングスがね長めなんですよね。レングスが長めで、これ結構ねこのクッションというか、裾にたまるっていう感じで、まあ、ちょっとこうフレアっぽくも見えるんですけど、実はストーンっていう感じでストレートで、まあ、細すぎず太すぎずっていうね結構絶妙なラインをいってるデニムですね。どうでしょうか。ブラックおすすめですね。ブラックデニムかっこいいですね。でも履き心地めちゃいいし、まあ、さっきも言ったように、まあ、結構、まあ、ウォッシュ加工が入っているんで、本当にね、履き心地は本当にすごい肌なじみというか、生地感のこのなじみがいいんで、いい意味でね新品っぽくないというか、本当に古着っぽい感じのイメージですね。
これはね、もうなんかシンプルになんかデニム欲しいっていう人、なんかいいデニムねえかなっていう人、シンプルにおすすめです。これは間違いないやつですね。そんな感じですね。結構本当に古着の感じ、まあ一応でそれセルビッチです。セルビッチですね。はい、セルビッチデニムということで、なんでまああの裾さっき長めって言いましたけども、ちょっとロールアップとかねしていただいて、みたいな着方も全然ありかなと、まあ、こんな感じですね。ちょっとロールアップなんかしてね、ありですね。はい、ということでじゃあちょっとこの、ラバーの方ですね、履いていこうかなと思います。履いてみました、どうでしょうか。ブルーというかインディゴの方のね、27インチです。で、お値段が5万円でございますね。はい、スリムの形でございます。なんで先ほどのストレートのタイプよりもちょっとこうやっぱ細身の感じ、細身のストレートって感じかな、細身のストレートっていう感じで、でレングスもね、こっちの方、さっきの方が長いですね。はい、そういったイメージです。ちょっとこうすっきりさせたような感じでございますね。で、はい、さっき言った通りね、ちょっとここの上半分が、膝、そうですね、膝ちょい下くらいから上ですねが、黒のね、このラバープリントというかされておりまして、なんでね、これ結構面白いのはちょっとね、光沢があるんですよ、このプリント自体に。こうマットなプリントというよりはあの少し光沢が出てるんで、ちょっとテカテカしてる感じなんですよ。なんでこの黒いところね、黒いところはイメージ的に言うとリジットの、ブラックデニムみたいな、リジットのブラックデニムってちょっとこう光沢があってツヤツヤしてたりするじゃないですか。なんかちょっとそういう印象なんですよね。そういう印象なんで、ちょっとこの膝下からちょっと上くらいはリジットのね、しかも前ね、前の前面だけですけど、なんかブラックデニム、ちょっとツヤツヤのブラックデニムかと思いきや、この膝下、あるいはこの後ろね、ブルーの結構割とウォッシュがかかったデニムが見えてくるっていう、ここのコントラストがね、結構面白いですね。結構面白いです。でね、じゃあの感じの履き心地もね、あのこの暗い黒いところも、うん、あのそこまでね、なんかこれ気にならないですよ。はい、なんかこのラバープリントというかが乗ってるがゆえのなんかこの履きづらさとか、まあ、そういうのは全く感じないですね。まあ、確かに多分ちょっとこう、うん、コーティングされてる感はあるんですけど、でもまあかといってそれが、はい、履き心地に影響するかというと、そんなにはそこまで影響しない。このバイカラー感というかね、はい、生地の切り替えじゃなくてもプリントでね切り替えがあってるところです。なんでこの黒ブラックブラックでももうだいぶはっきり分かりますね、ここで。この膝下のところから、まあこのインディゴの方に比べればちょっとコントラストは、抑えめではあるんですけど、まあこの表情というか生地の、あ、ほら結構光沢が出るんですよね。でこの下から、はい、こういう感じのデニムなんで、まあこっちの方がコントラストは抑えめな分、まあそのデザイン的な主張はねちょっと抑えめというか感じですかね。こんな感じです。かっこいいですね。少し光沢が出てきますね。はい、そんな感じでございます。じゃあ最後ちょっとレザーパッチね。はい、最後、レザーパッチの、スリムのタイプです。でこれ29インチ入ってます。僕今29ですね。なんで先ほどの、スリムの形は一緒なんですけど、サイズがちょっと上がったっていう感じです。で、お値段が、8万2000かな、はい、でございますね。はい、まあ、形はさっきと一緒ですね。ちょっとサイズが上がったというだけで、スリムタイプの、シルエットになります。で、右足のももくらいに一発、左足のももとこのすねくらいに一発、黒のレザーパッチが入ってて、で両膝にねちょっとこうクラッシュの、加工が入ってるっていう感じです。どうでしょう、
これはね、だいぶインパクトある、存在感ある一本かなと思います、はい、かっこいいっすね、かっこいいっす、はい、こんな感じで、あ、これはね、結構いいですね、クラフトマンシップというか、ちょっとこの手書きのね、DIY 感というか、一点物感もありつつ、はい、このデニムのタッチがね、結構効いてますね、効いてます。一応あのこれ牛革でね、牛革でございます、はい、まあ、最近結構このレザーパッチというか、レザーパッチのアイテムだったりとか、まあ、あと手書きのね、ペイントのデニムとかって、数シーズンにわたって出てましたけど、まあ、これのガッチャンコですね、はい、レザーパッチに落書きみたいな感じでございます、はい、さっきも言いましたけども、落書きこれ一点物なので、一点一点ちょっとランダムになりますけども、その点はご容赦くださいって感じですね。全部ちょっとずつ違うんで、はい、まあ、何が来るかはちょっとお楽しみということで、はい、そこも含めて楽しんでいただけたらなと思いますけども、はい、ということで、概要欄にリンク貼ってきますので、ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインがございませんのでよろしくお願いします。またスウェット編もね、よろしくお願いします。はい、そんな感じです。では